でも先頭あるんじゃないのね。道だけ開けてあげてくださいね。これはご飯じゃない。お水かけたろうね。それではもう一度お名前が紹介していきたいと思います。おもちゃんプールの前に今走り出したのは真ん中のおもちゃんです。すいません、道だけね、進んできたら開けてあげてください。お姉さんからお水を飛び込まれているのが末っ子のいぶきちゃんです。そしておもちゃんといぶきさんの真ん中にいるのがお兄さんのサンタ君です。そして青い建物で青いジョーカーを水を回っているのがルーちゃんとルーちゃんの赤ちゃんです。ルーちゃんの赤ちゃんと言ったんですが、お父さんがこちらのサンタ君。危ない。こういう違いも皆さん覚えていてくださいね。そしてここにはロッソのロマちゃんがいるんですが、実はあちらのロマちゃんの方にもロッソのロマちゃんがいるんですが、帰ろうか。ルーちゃん、ルーちゃん、ルー、ルーさん、ルーさん、ルーさん、ちょっと、ちょっと、はいはい。よし、帰ろうか。よし。ルーさん、ルーさん、そうそう。来ないね。はい、帰ろうか。帰ろうかって誰か来た。ちゃんや。はい、バイバイ。いぶきは行かなくていいよ。はい、バイバイよ。バイバイ。急いで。
泣いていることがあるんですけど、ほとんど声優さん泣いているとこまるちゃん固まって動かなくなってしまいます。はい、それぞれ個性もね全然違いますね。動いちゃった。ちなみにね、サンタくん、こまるちゃん、いぶきちゃんの3兄弟ですが、サンタくんといぶきちゃんがとても仲良しなんですね。はい、気分次第ではね、奥のおもちゃプールの方へ走っていったり、また館内プール入って赤坂館の方通ってね、赤坂館までお魚を見に行ったりしたこともあります。はい、気分的にね、どこへ行ってもいいお時間となっております。寝るの、ルーちゃん。どういうことそれ。寝るの？ほい。おいで。おい。ルーさん。時間かかる。おいた。うわ、つそ。ルーさん。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、おい。よし。よいしょ、もう、よいしょ。